はいどうもフルチです。今回も信長の野望創造 with パプキットやっていきたいと思います。さあ癖でね戦後クリシェンと言ってしまいそうになりますね。さあ前回多分一通りこの家に咲く花の、イベントは見たので、まああとはまあ徳川と一緒に拡大していこうかなというところですね。まあ信長ともねなんか同盟ないし、まあ、婚姻して広げながらこの小山城をねものすごい時間焼き続けたのでもう何にもないのでね、これもなんとかしつつやっていきましょう。ちょっと政治力不足ですよね。その辺どうにかしながら今川を自分の手で潰していきたいなと思うところですね。まだ北条との同盟があるので援軍が来る可能性もあるんですが、兵数はまあ1000と今いる兵数を、合算すれば勝てるようなものですね。ですまあ、新しく得た城たちをまずは発展させながら政治力のあるやつをね送りたい。この子はなどちらかというとあれなんで、まずここだね。小山城には24の小田くんしかいないので、さっき下った岡部を入れましょう。さあまあこれで内政は大丈夫かな。信長とはもう今すぐ同盟を組んでもいいかなと思うんですが、どうしようか。表情を始めましょう。100まで待ってみるか。解任で新しいやつにやらせましょう。さあ修復などはまだするお金がないんでね、せずに。さあ山内上杉を北条が一気に畳み込んでいるか。さあ駿府城くらいは直しておきたいですね。ご命令ください。先月の終始です。何しか前の戦でねボロボロにしちゃったんでね、すべての城をね、その後なんとかしないと。でまあ建設とかもしたいですし、もうお金も何もかも足りないような状況、城が早急に欲しいですね。織田と婚姻できるかな。この時の作品、例えば直虎がご命令ください。先月の終始です。織田方のね武将に嫁げば、まあ、嫁げないかそもそも、なら婚姻は無理だから今すぐ同盟しちゃおう。お金がややないんで、こういう時はまあ小山城だけ。あーでもこっちもやっとくか。よしで攻めちゃいましょうか。ここにいるね14人は結構魅力的だね。人がいない我らからすると極力うちだけでやりたいんですが、まあ最悪援軍を要請してもらいましょう。戦場へ参る。いざ参ろう。これで信長とは同盟が組みましたね。出るとするか。出陣する。出陣します。勝てそうですね。ただ小山城がこれが多分限界っぽいので、そこをなんとかしないといけないね。まあ兵舎も何かも焼き払っちゃったからね。表情を始めます。報告いたします。今援軍を要請すれば確実に手に入るはず。まあしながらね、さらに内政で、そうそう、先に石高から上げとこう。商業が何気に低いのも気になるよね。しかも今武行がいないか。私を侮りしこと、くびるがよい。私を侮りしこと、くびるがよい。さあここで囲めると思うので、先月の終始です。共同してやっていただきましょうか。
金がもうないですね。逃げることはできぬぞ。あ、ありがとう。工場ベタだけど、まあ、兵数的に頑張ってるよね。報告いたします。お金がないか。さあ、これは多分うちかな、うちだろうかな。女に負けて悔しくないのか。ありがとうね、イヤス君。捕らえたり。騎乗するぞ。城へ戻る。とはいえ武田北条と隣接するというのは相当にやばいことなので、これが、嬉しいかどうかで言うとあんまり嬉しくないので、イヤス君とはね、表情を始めます。先月の終始です。なんとかして同盟を送ってもらえるほどには仲良くなろうか。これがうちのね、命名を保つ方法ですよね。とりあえずこいつ行かしとこう。いないよりはマシだろ。いざ参ろう。よし、全員登用だね。さあ、うちはあとはもうここ発展させるように表情を始めましょう。先月の終始です。家康が武田を攻めるとかしてくれればいいんだけど、どうでしょう、武田をやるのはもう厳しいですね、普通に。なので、それまずは配属だね。の前に忠誠あげるような道具はないでしょうか。ないですね。まあ最悪上司とかに任命すればこの作品では結構上がったはず。小山城は結構な人数で一気に押さないときつそうですね。さあ、ここはもともといる岡部に政治やらせるのが一番いいか。今川の武将に政治力を期待してたけど、あんまりいないのか、死んでるのかな、桶狭間で。武将としても質が低いし、結構ハズレを引いたな。何も売るものもないし、ちょっとかなりきついぞ。ここももう上がんないな。よし、建設をやっぱするべきだね。ご命令ください。うち合わせて5000かな、多分最大数6000くらいか。あれ、こいつ一人だけ。そっか。とはいえ、あー、61あんま変わらんね。とりあえず赤はここに集めておいて、うん、まあ正直これは寝返る可能性がすごく高いんで諦めですよね。制作できるほどお金もないし、家宝もないし、64か。リアス40までいけば、あとお金の無駄なんで解除して OK。 信長に回すか、その分は。こう収入絶対外交分ないよな。あ、もう早いな。表情を始めましょう。そうか、先月の病気でしたもんね。これはまずいぞ。ちょっと織田と同盟してるから関心を抱いてくれないのかな。影響力の強さ、いやいやいや、全然ないって。まだ内中のないですよこれ。最悪、あ、でももう心中もできないか。武田同盟、あ、同盟してるとできないんだ。最悪でもこれ正平を兵数拮抗してそうだから、あれか、真珠はできそうないね。
まあ、いいのやだけでもなんとか維持できれば同じかな。ここだね。まずはもう全城の将棋上げる勢いでいって、人口を増やしつつ、とりあえず建設のお金を得ないと何の話もならんから、そこをどうにかして。表情を始めましょう。先月の収支です。どうだろうな。あ、黄色かオレンジか、いいですね。大河ドラマでの氏真はなんか若手のあれ俳優さんですよね。なかなかイケメンな人がやってますよね。え、なんかバカっぽい役というかね、無能系な役は役者的にはそんな立ち回りだと思うんですけど、どう演じるんでしょうね。この収録段階ではもう吉本死んでるんでね、大河ドラマでは。これからに期待ですよ。ご命令ください。先月の収支です。よしよしよし、兵数も増えてきたよ。4つってもね、あんまりか。ここも伸びないな。成長限界近づくと伸びなくなるから、建設で最大数を増やさないと意味なくなるんだよね。これどういう時代なんだ今って。細川家がいて足利がいない。ああ、その時代ね。ご命令ください。先月の収支です。このまま本能寺の変まで耐えるか。これは何、奉行の時に開発で諸行が、ああいいね。まあ城主というより政治の任せてるやつの方がいいよね。とはこいつか。ここ焼くんじゃなかったな。修復でこんなお金かかるんだね。あ、よし、これだけやるか。お金が本当に増えんね。使っちゃってるもんね。入る分使ってるような気がする。武田。表情を始めましょう。武田と北条は味方ではない。おう。ならば少し安心かな。どっちかと組めればいいけど、どっちも組めないんだよね。で、ちょっと一旦あの飯の屋の内政やめて、その分を収入に回そうと思ったが、信長が80までいけば切っちゃえばいいか、工作を。よし、あれ切りましょう。600なんだね。ご命令ください。先月の収支です。少量氏のいい家には辛すぎる。とりあえずこの駿府は伸びしろが半端じゃないので発展させないとね。いやね、この任天堂スイッチ版の信長の野望、今ねテレビモード時でこのゲームスピードなんですけど、携帯モード時でもね同じようなスピード、まあメモリが表情を始めましょう。かからないと思うので、先月の収支です。同じだと思うんですけど、非常にサクサク動くということでね。ちょっとビータ版ね、僕これ持ってるんですけど、あまりにもね遅かったかしてやってないんですよね。でもスイッチ版はやりやすいんでね、結構携帯機でやってますね、これ以外のプレイは。さあ、これ敵士なくならないのかな。先月の収支です。何もしないけど影響力の強さ、何を見ていってるんだろうこいつらは。もうそっか、でも本庄が1個あるのはああいうやつらの評価的に大きいのか。よし、切り替えて、もう今武将育成をしなければならない段階だな。よし、建設をしよう。じゃあ修復もしないといけないけどね。建設じゃないね。いいなってもらう限界か。拡張がない。
拡張人口だってはずだよね。なんとりあえずこの建設進めればいいのか。本当にね、コンピューターにこの内政任せすぎて完全に忘れてしまっている。内政をやるのがね久々っていうとかありますね。結構長い間実況してるんですけどね。ご命令ください。先月の収支です。巡察どこやるの、これいいのやではない。光ってないってことは意味がないってことでしょ。ならいいか。この場合は何がいいんだろう。茶室、あ、人口が増えるのもいいよね。でもまあこれかな。隣接区まで商業農業なんで、隣接がね農業あるんで伸ばす分にはいいかな。はい、よし。小山城ももう回復したね。駿府、駿府3500大きいね。このまま平穏に暮らしたい、池的には。お、上杉か。北条家と上杉家、長年にわたり争いを続けてきた両者は今予約和平の道を探り始めていた。後者は北条氏政の子国蔵丸、上杉家の養子となることでまとまるかに見えた。しかし長年の敵との同盟に北条家の意見はまとまらず、結局氏政は国蔵丸を手放すことを拒否と。合ってんのかな、そもそも。で、氏康は北条玄庵に預けていた自らの子三郎を上杉家に養子として差し出すことにしたと。でも年齢が上なんですかね、そっちの方が。さあ、養子が二人っていうのはね、揉めるものですよね。嫡男と養子ならばいいんですけどね。養子の嫡男みたいなものと養子っていうのはかなり大変か。表情を始めましょう。先月の収支です。さあ、もっといいのやビッグにしたいから、建設いいのやバンバンしていこう。兵士は何がいいっけな。教会が一番いいはずなんだよね。だ、創造性が上がるのは、これ多分保守、あ、中道か。中道ならいいか。上げちゃおう。どっかで下げればいいや。いつもね、こんな感じでやってるんでね。お金が全然たまらんが、まあいいだろう。外交収入増やすという手もあるけど、まあいいね。うん、ご命令ください。さあ、まあ今川も平定しての誰も寝返り者もいないということで、多分黄色になっただろう、ほとんどは。ということで、とりあえず今回ここでにしたいと思います。